C'est Tokashi S-H-O-N-E-N Shuna. Yeah! どうも、ザチです。チキ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 。さあ、始まりました。湘南ベルマル対横浜市、ルヴァンカップ第5節始まりましたね、皆さん。試合結果は1対1でドローとなりました。いやー、平岡くんがね、結構ね、いいゴール決めたんだけどね。追いつかれちゃいましたね、やっぱり。調子フォワードに弱いっていう伝統はまだ残ってましたね。湘南ベルマーレ。いやー、やられましたね。やっぱり外国人に。まあ、詳細話しますと、平岡選手。いやー、やっぱりね、平岡くん。名前が太陽ってあるだけにね、やっぱ湘南ベルマーレ希望になるんじゃないですかね。やっぱ今回のポジションを取る一つとして、まずはね、平岡選手。いやー、華麗なナイスゴールでしたね。あのナイスゴールね、たまんなかった。いやー、ベルマールで、ああいう風な、なんかこう、ミドルから、ミドル、若干ミドル気味なところから、なんかこう、狙ってシュートって、ちょっとゴール右隅とかに決めるって、ゴールってあんまり、湘南ベルマールで見られなかったタイプのゴールなので、いやー、平岡選手、ああいうゴール決めるってことは、結構ベルマールにいないタイプの、ゴールだったので、結構、J リーグでも起用され始めるんじゃないかなって思えるぐらいのね、ナイスゴールさ、ゴールでしたね。いやー、平岡選手、楽しんだ選手がまた一人出てきましたね、湘南ベルマーレ。いやー、根本くんといいね。いやー、ウェリントンジュニオールといいね。オリベイラ選手といいね。いやー、平岡くんといいね。いやー、とんでもなくね、楽しみな選手が。いやー、増えてきましたね。やっぱり今年のカップ戦はね、やっぱりポジ要素が多いんですよね、湘南ベルマーレ。それだけはね、まあやっぱりポジ要素を感じてね、カップ戦見る価値はありますわ。まあその先制ゴールでね、波乗っていけるかなって思ったんですけど、やっぱり後半、70数分にね、やっぱ追いつかれちゃいますね。クレベス選手に。まあネット上とかで見てると、あれどうだろうなっていう、ちょっとなんか、ゴールが決まる直前なんかいろいろとごたごたあったらしいんですけど、まあ、それはちょっとね、あれいろいろとね、さておいてね、ちょっと議論が決着つかなくなっちゃうんでね、さておいて、まあ、クレーベ選手にね、こう、ヘディングゴール、決められてね、思ったのはやっぱりね、リーグ戦メンバーと違ってカップ戦メンバーはまだまだね、こう、正直フォワードにね、やれるっていうのがね、まだ残ってますね。リーグ戦メンバーは、こう、長身の外国人フォワード、ガチムチ系のウェリントンタイプの高さにやられるっていうのはよくあったんですよ。それも、先月から改善されてったわけなんですけど、こう、やっぱりカップ戦メンバーはね、やっぱりまだ残ってましたね。まだ残ってたって感じだったね。やっぱりカップ戦メンバーのディフェンス陣、を見てるとやっぱりまだまだちょっと調子上がってないディフェンスの人が結構いるなって感じしますね。やっぱりちょっと あまり名指しはしたくないんですけど、やっぱり山本くんはちょっとまだ湘南ベルマーレのサッカーフィットしてないって感じありますね。年だからとかっていうのはまあ言い訳にはしたくないですね。やっぱ山本くんはね、ちょっとやっぱり見てるとやっぱりベルマーレ必要な選手になってくるので、まだフィットするに時間はかかると思うんですけど、いや、山本修斗くんね、ぜひともちょっと馴染んでいってほしいなって思う限りですね、それを願うばかりです。まあそんな感じでね、まあ追いつかれちゃって、まあ結局ね、ガチムチ系長身外国人フォワードにね、結局点決められてね、追いつかれて飛車気になっちゃったわけなんですけど、まあそれでもね、まあ10試合連続無敗っすよ、無敗10試合連続無敗ですよ、無敗無敗いや、湘南ベルマーレで10試合連続無敗って考えたことないね。いや、考えられたとしても2014年の J2 史上最強クラブだった湘南ベルマーレぐらいしか考えられないしね。やっぱりね、10試合連続無敗はね、まあどんな結果であろうとね、ポジっていいと思うんですよ。まあやっぱりそれでもね、勝てた試合だったろうがね、ちょっと飛車気になっちゃったのがね、2試合続いたらさすがにそろそろ勝たないとやばくねえかって、そろそろ声も溜まってくるわけなんですよ。まあそれでもね、まあ
それでも私はね、まあポジって考えてますね。まあ飛車機は少なくとも負け入れがはるかにいいんでね、実質負けなかったことによって湘南ベルマーレは暫定首位に立ってるわけなんですよ。だからね、うん、だからまあもしこの動画見ててうわ飛車機ががっかりだなって思った湘南ベルマーレマン、もしくは湘南に注目してる方に言いたいことは、やっぱり引き分けは大事なんですよ。うん、引き分けは大事なんですよ。何もゼロよりか1の方がマシなんですよ。まあよく言っちゃったら3が一番いいんですけど、ゼロよりか1、ベルマーレとっては1は結構大事なこと、それだけですね。まあそれでまあ今回の試合の感想終わりまして、まあじゃあ順位表見てください。順位表私作りました。順位表、現在グルーバンカップグループ C、 湘南ベルマーレ、横浜市、浦和、柏という、関東勢しか入ってないこのグループ、やっぱり大混戦になっちゃいますね。最終節までみんなね、うん、みんな1位通過あるのかな、柏レスロも、うん、みんななんかグループリーグ突破の可能性残ってるっていうね、緊急事態。いやー、ねえ、まあ、湘南ベルマーレは横浜 C と直接対決勝ち越してるので、万が一横浜 C と勝ち点であんなとしても、湘南ベルマーレの方が上なので、万が一引き分けちゃって、で、浦和か柏どっちか、浦和と柏どっちが勝ち上がっちゃった場合は、まあ、3位に転落するって危機はなくなったので、それやっぱりでかいですね。まあ、今回の試合、で、やっぱさっきも言った通り、まあ、この試合勝ちたろ、横浜市戦って思ってる方は、この試合本当意味があったんですよ、引き分けでも。やっぱり、負けて、失点しまくってたら、横浜市と直接対決負けてたわけなので、やっぱり湘南、この試合はね、うん、やっぱり引き分けだったんですけど、横浜市ね、通算勝ち越せたってわけなので、この試合はやっぱりポジの方が大きいですね。なんか落ちた。あー、いい本落ちた。まあいいや、まあいいや、まあいいや。まあいいや。それはちょっとスルーしといて。で、まあ、こんな感じな順位になってわけなんですよ。で、湘南ベルマーレじゃ、ちょっとペン貸してね。私ちょっと右利きなんですよ。左で書かせてもらいます。まあ、湘南ベルマーレが残る対戦相手はやっぱり柏レイソル。で、横浜 FC が浦和レッズと対戦となります。で、ここで湘南ベルマーレ突破条件をお伝えいたしましょう。湘南ベルマーレ、柏レイソルさんが残ってますね。もし湘南ベルマーレ勝った場合は、文句なしで単独1位通過。例年通りであれば、グループ B の2位通過と対戦となります。そして、横浜 C と浦和、もう残ってる負けなんですよ。まあ、それさといてね。うん。湘南ベルマーレと柏戦。もし湘南が柏レイソル相手に引き当てた場合、引き分けた場合は突破確定。かつ、ただその代わり2位通過の可能性が残ってますって話になるわけなんですよ。もし、湘南と柏が引き分けて、横浜 C と浦和どっちかが勝った場合は、湘南ベルマールは2位通過となります。で、まあ、そして、まあ、どっちも横浜 C と浦和戦も引き分けだった場合は、湘南ベルマールが1位突破となります。いやー、1位通過したいね。ホーム&アウェイで、ホーム&アウェイでもうこの第2試合目がホームっていう方が一番やっぱり助かるのでね、1位通過ぜひとも狙いたいところですね。まあまとめちゃえば、うん、引き分け以上でグループリーグ突破ですよ、湘南ベルマーレ。他の3チームより圧倒的有利な立場はね、ベルマーレちょっと気持ち落ち着かせていってほしいですね。まあそれただね ただね、ちょっと追い詰められたものはなんかなんとなくってか、いや、もうそこしらパワー発揮するんですよね。とか、この柏レイソルとかね。うん。ルバーカップ制した2018年も、湘南ベルマーレは最終節、ビファーレ長崎に勝たないと、やばい状態だったんですよ。その時は、うん、まあ、引き分けでも長崎勝ちだしなって状態で、勝ち上がったので、勝って、大事な試合、絶対勝ちが許されない試合で勝ったので、まあ、その時は湘南ベルマーレが追う立場だったので良かったんですよ。今回は、グルバンカップに限っては追われる立場なので、湘南ベルマーレにとって慣れてない追われる立場、この追われる立場っていうのが湘南ベルマーレってあまり経験少ないので、どうなるかって話ですね。この追われる立場になって、でそれでも、もう防いだら、湘南ベルマーレ、勝者のメンタリティが持ってるチームになってるって感じですね。ただ逆に、この、追ってくるやつに、ちょっと負けちゃった場合とか、まあちょっと勝負弱いシーンが見られちゃったら、まあ湘南ベルマーレちょっとまだまだかな、まだ未熟だったなってなるわけなんですよ。うん。まあそれでもね、私は湘南ベルマーレ信じてますよ。だって引き分け以上で突破るし、
さらにね、ホームですね。ホームで湘南がね、会社に向かうってわけなので、うん。まあ、記憶合ってればね、湘南ベルマールは、ホーム会社戦結構相性良かった気がするのでね、ぜひとも勝ってほしいですね、湘南ベルマール。まあ、柏レイソルはね、去年、ルヴァンカップ同組だったんでね、ちょっと因縁がありますし、何より3年前のね、準々決勝のね、ルヴァンカップ、準決勝、うん。あの時もね、白熱した試合だったんでね、柏レイソルとルヴァンカップって組み合わせはね、湘南ベルマールとってね、因縁が深いんでね、やっぱり柏レイソル戦、最後、柏レイソル戦、ぜひとも、ゲット3して、勝ち点2桁にして、1突破してやりましょうよ、湘南ベルマール。そして、プレイオフ行って、相手を撃破して、プライムステージ行ったら、うん、対戦してくる3チーム相手に、全員撃破して、3年ぶりの栄冠掴み取りましょう、湘南ベルマール。以上、ザッキー会社、湘南ベルマール、絶対グローバルカップ、突破するぞ！やりやすいやりやすい！